8世紀、中東を広く支配するイスラム帝国において新たな王朝が権力を掌握した。その名をアッバース朝という。今日ではあまり知られていないが、このアッバース朝による支配は5世紀と長く続いていた。この王朝は国の軍事力、都市開発、教育、そして技術と幅広い分野で急速に、そして高度に進化してきた。その躍進ぶりにより、この時代はイスラム黄金時代と呼ばれる。今回はそんなアッバース朝の軌跡をたどっていこう。ここまでのアッバース朝は第5代カリフラシードの統治下で栄華を極め、中東の一大国家となった。この先も国を繁栄させ続けるべく、ラシードは後継者を誰にするのが一番良いか慎重に検討したはずだった。選ばれたのは次男のムハンマドだ。長男のアブドゥッラーは正妻でなく奴隷の女が産んだ子であるため、ムハンマドに次ぐ第2位の継承者とした。だがラシードの思いも虚しく、この選択が災いを引き起こす。809年、バグダッドでムハンマドが新たなカリフに就任し、信頼できる者という意味でアミーンという名を授かった。アブドゥッラーはというとホラーサーンの総督になり、信頼されるものという意味でマームーンという名を授かった。双方の派閥はすぐに対立し始める。アミーンの相談役は第2位継承者をマームーンでなくアミーンの子供に置き換えるよう進言。アミーンはこれに同意、つまり父ラシードの方針に背く決定をしたわけだ。マームーンは激怒し、国の内戦という大規模な形で兄弟喧嘩が繰り広げられる。マームーン率いる軍はホラーサーンからライーに進軍し、アミーン率いる大軍に勝利。そのままバグダッドへ進軍し、この首都を包囲した。1年にわたる包囲戦を経てバグダッドは陥落。敗北したアミーンは逃亡を試みるも捕らえられ処刑されたのだった。こうしてカリフの座についたマームーンは古巣ホラーサーンで執務を行うことにした。自身の政権をより強固なものとするため、彼はそれまで敵対していたアリー家との同盟締結を模索した。アリー家といえば4代目カリフアリーの血を受け継ぐ家系であり、血筋的にもムハンマドに近い存在だ。彼らの勢力は現在シーア派と呼ばれ、アリーの子孫だけがカリフになる資格を持つと主張している。従来アッバース家を象徴する色は黒だったが、マームーンはこれを緑に変更した。つまりアリー家の旗と同じ色にしたのだ。また自らの娘2人をアリー家の者と結婚させ、娘婿を後継者に指名するなど、アリー家とのつながりを強める。しかし敵対していたはずの勢力に急接近するマームーンの方針は大きな反発を招いた。6年後、マームーンは秩序を回復すべく首都バグダッドに移住し、アリー家との同盟も放棄してしまった。また彼はイスラム教に新しい学派ムータズィラ学派をもたらしたことでも知られる。イスラム教の聖典であるコーランは神と共に永遠に存在するものだという認識が主流派だったが、マームーンはこれに異を唱え、コーランは神がある時点で作り出した言葉だとするコーラン創造説を支持した。コーランは永遠の存在だとみなす主流派からは激しい反発を受けることになった。そのためマームーンは18年にわたる宗教迫害、通称ミフナを行う。自身が支持するムータズィラ学派に反対する者を投獄、さらには処刑すらしたのだ。833年にマームーンが死去すると、その弟が後を継ぎムータシムの名を授かった。
彼は兄と違って宗教への関心は薄く、軍事や戦争に力を注ぐことになる。アッバース朝はそもそもが好戦的な軍事国家で、アラブ人、非アラブ人を問わず多くの兵士を抱えている。例えば国の東にあるホラーサーン地方から集めた兵士は、ウマイヤ朝を滅亡させ、アッバース朝を権力の座につかせることに大きく貢献した。彼らがいなければアッバース朝は負けていたかもしれない。彼らは伝統的にヨーロッパの騎士のごとく全身をしっかりと覆う鎧を着て、その重さにもかかわらず颯爽と馬を乗りこなしながら戦う。このホラーサーン人はそのうちバグダッドに定住、子孫もホラーサーン人の息子という意味の言葉で、アブナ・ホラーサーンと呼ばれた。彼らは優秀な兵士と高く評価され、軍の精鋭部隊として活動した。ホラーサーン人の他にはダイラム人も有名だ。今でいうイラン北部に住んでいた民族で、気性の荒さが戦士として役立った。他にもエチオピアなどアフリカから連れてきた軍事奴隷もいる。彼らは重歩兵として槍、剣、盾などを使いこなしながら戦った。かつてのカリフ・ラシードもボディーガードとしてこのアフリカ人兵士を40人ほど抱えていた。アッバース朝の軍隊は包囲戦にも長けており、石を投げ飛ばすカタパルトや城の壁を壊す波状槌を使いこなしていた。さらに石油製品の一種であるナフサを用いて火炎放射攻撃を専門に行う部隊もいた。ナフサは沸点が低く燃えやすい性質があり、これをさらに精製したものがガソリンである。このように多種多様な戦闘部隊を抱えていたアッバース朝だが、9世紀にはますますパワーアップする軍事改革が起こる。ラシードの息子らが覇権を争い内戦に明け暮れる間、ムータスミはトルコ系民族を中心とした奴隷兵士マムルークを購入し、兵力を増強したのだ。特にサーマーン家というトランソクシアナの一族が重宝された。奴隷兵士は子供の頃に他で誘拐してきたものや奴隷市場で購入したものなどがいる。軍事訓練やイスラム教の教育を施し、良い兵力になるよう育てていくのだ。戦いのために育てられただけあって、巧みに馬を乗りこなし弓の技術も高い。当時の作家が彼らの優秀さについて次のように述べている。マムルークは槍や弓の扱いに長ける。もし1000人の敵に追い込まれたら、持ちうる全ての弓矢を一斉に放ち、敵の騎兵を倒してしまうだろう。彼らにかなう者は誰もいない。戦闘要員として高く評価されていることがうかがえる。9世紀のどこかしらの時点でマムルークはアッバース朝の精鋭部隊として地位を確立した。奴隷出身でありながら忠誠心が強く、政敵への脅迫など重要な任務にも当たっていたと思われる。活躍が大きい分、一般市民より良い暮らしができる者もいたようだ。元はトルコ系民族、つまりアラブ人でもイスラム教徒でもなかった彼らだが、言語や宗教の壁を越え、いつしか国の政治にも大きな影響力を発揮するようになった。従来から権力を持っていた貴族はマムルークの台頭が気に食わない。ディーワーンと呼ばれる報酬の受け取りを拒否し、つまり仕事を放棄する者も現れた。さらには不満のあまりバグダッドで暴動が起きたことさえある。緊張を和らげるため、ムータスミはマムルークのための新都市を建設した。場所はバグダッドのすぐ近くで、サーマッラーという都市だ。
そこにマムルーク兵の住まいを確保したり、上官には土地を与えたりしたのだ。そして848年、世界最大のモスクとして有名になる螺旋状の塔を備えた施設の建設が始まった。ムータスムは自身の力を維持するためマムルークの力に依存するようになり、古くから続く軍組織との間で亀裂が生じる。2年後、長年の宿敵である東ローマ帝国、またの名をビザンツ帝国に対し討伐遠征軍が発足。この遠征は東ローマの都市アモリウムを占領するという大成功を収めた。アラブ文学史上最高の詩人と評されるタンマーム曰く、アモリウムの戦いの日、主は我らに希望を取り戻させた。蜂蜜のように甘いミルクを溢れさせながら。しかしこのようなめでたい出来事もマムルーク将校とアッバース朝貴族の軋轢を解消するには至らなかった。貴族の中にはムータスイム政権を転覆しマムルークを追放しようと企てる者も出現。しかし企てはすべて失敗に終わった。ムータスイムが死去すると長男のワースクが即位。しかし短期間で死去したため次男のムタワッキルが即位した。この頃のアッバース朝はマムルークの台頭などによりカリフの権威が以前よりも落ちていた。そのためムタワッキルはカリフの権力回復に全力を挙げる。彼はトルコ系の有力者を複数暗殺し、またアラブ人やアルメニア人の軍隊に力を注ぐことでマムルークだけが力を持ちすぎないようバランスを取ろうとした。マムルークはこれに反発。結局ムタワッキルは自身のボディーガードだった男に暗殺される。こうした混乱で政権は崩壊し、10年の無政府状態に突入した。4人のカリフが即位するも皆マムルーク軍の傀儡状態で、しかも全員が何らかのトラブルから暗殺されるという最後を迎えている。その後即位したムータミドの代になってようやく秩序が安定した。しかしこの無秩序の10年で失ったものは多く、もはやカリフの権威は取り返しがつかないほど失墜していたのだ。そもそもアッバース朝が権力を握る以前から広範囲に及ぶ領土を支配し続けるのは並大抵のことではなかった。実際エジプトより西側の領土は名目上だけの支配でろくに実効支配できていなかった。そんな状態でカリフの権威が落ちた今、大規模な反乱が続発。あちこちの軍閥や有力者が独立や政権転覆を企てる。まずは肥沃な土地を持つエジプトでトルコ系のトゥールーン将軍が反乱を起こし、その名の通りトゥールーン朝が誕生。イラク地方南部でもアフリカ出身の黒人奴隷による大規模な反乱、ザンジュの乱が起きた。この反乱は14年と長い間続き、町を荒れ果てさせた。また税収も著しく悪化し、バグダッドが食糧危機に陥るほどだった。アフガニスタン地方ではもともと銅の採掘職人だったヤークーブが強盗を経て軍閥を率いるまでの大躍進を遂げ、サッファール朝を創設した。サッファール朝はペルシャ地方を征服し、あわやバグダッドまで征服しかけたところでようやく止められた。このような激動の時代にあって、アッバース朝は自らの権威を振るうことに苦労していた。とはいえ、すべてが失敗続きというわけではなく、うまくいったこともある。新たなカリフに就いたムータディドは、軍事面、政治面の両方からアッバース朝の権威復活を画策。政治戦略として、エジプトのトゥールーン朝の王女と結婚したことが功を奏した。この王女、カトル・アル・ナダーは非常に聡明な女性だった。歴史に登場する女性の中でも屈指の知性と度胸を兼ね備えていると評する者もいる。
ある時ムータディドが彼女にこう言った。僕と結婚できてよかったな。カリフの妻になれるなんて、これ以上神に感謝すべきことはないだろう。対する彼女は、あなたも私と結婚できてよかったね。私の父に味方してもらえるなんて、これ以上神に感謝すべきことはないでしょう。カリフにも臆さない堂々とした態度は彼女自身の人柄でもあったが、同時にアッバース朝の権力があまり横柄な態度を取れないほど微妙なものになっていたということの表れでもあった。ともあれ、この結婚がきっかけでムータディドの息子がカリフの座を継いだ後、アッバース朝はトゥールーン朝を再支配できた。だが別の地域では悲惨な出来事が起きる。アラビア半島ではアッバース朝の権威が崩壊し、シーア派の一派であるカルマト派が革命運動を展開、聖地メッカに侵攻した。930年、カルマト派はメッカにあるイスラム教の神聖な黒い石を強奪。これを守れなかったアッバース朝の権威はますます失墜した。中央アジアでもサーマーン家が勢力を強め、サーマーン朝として独立を宣言した。ペルシア人勢力が盛り上がったこの時期はペルシアルネサンスと呼ばれる。ルネサンスは復興という意味だ。次第にアッバース朝は君臨すれども統治せずと言われるようになっていった。カリフは政治的実権を失った象徴的存在となり、しばしば政府高官の言いなりになった。930年代までにカリフは行政と軍事の両面で完全に支配権を失い、その実権はアミール・アル・ウマラーという役職の者が握るようになった。とどめの屈辱は945年に訪れる。イラン地方北部にシーア派の軍閥であるブワイフ家がいた。彼らは少し南のファールスで自分たちの支配を確立し、ここを拠点に勢力を広げていく。ついにバグダッドへの入城にも成功。これはスンニ派のアッバース朝にとって大きな屈辱である。アッバース家の者はまだカリフの称号を保持していたが、ブワイフ家の優雅ままに動くお飾り君主で、この激動の時代を傍観するだけの存在となったのだ。20年後、また別のシーア派勢力であるファーティマ朝が台頭してきた。北アフリカで勃興した彼らは瞬く間にエジプトを征服し、カイロを首都に定めた。このようにあちこちで新たな王朝が立ち上がっているが、シーア派勢力が支配的だったため、この頃をシーア派時代と呼ぶ歴史家もいる。しかしシーア派時代も長くは続かなかった。再び強力なスンニ派勢力が中央アジアで生まれようとしていた。セルジューク朝だ。セルジューク、またの名をセルジューク・トルコの人々は中央アジアの草原で暮らしていた遊牧民族だ。彼らは獰猛な戦士で、イスラム教スンニ派の強力な庇護者になる。10世紀末、おそらく気候変動の影響でセルジューク人はホラーサーン地方の南に移住してきた。その侵略により、まずはサーマーン朝の後継であるガズナ朝が崩壊。セルジューク軍の勢いはその後も続く。イラン高原を横切りながら西に広がり、バグダッドを征服し、ブワイフ朝も倒した後、ついには東ローマ帝国をも打倒。快進撃を続け、中東の大部分を征服した。その後、ヨーロッパから十字軍が来たことで、ようやくセルジュークの勢いが止まる。十字軍勢力は1099年のエルサレム占領を皮切りに十字軍国家を建てていった。他にもシーア派の過激派がセルジュークの首相ニザーム・ムルクを暗殺する事件も起きた。彼はスンニ派の権威を強めようとし、対するシーア派を弾圧していたからだ。この暗殺を行った集団は文字通り暗殺教団と呼ばれる。
暗殺者を英語でアサシンというが、これは暗殺教団のアラビア語であるハシャシンが語源だ。彼らはペルシア北西部の山中で生まれた。シーア派への弾圧に苦しんでいた彼らだが、大きな戦闘力を持たないため、目的達成のため策略や暗殺という手段を多用する。暗殺教団の話には史実かどうかわからない伝説のようなものも多い。ただいずれにせよ多くの暗殺を行い、非常に恐れられる存在だったようだ。彼らの暗躍は2世紀ほど続いていたとされる。セルジューク朝の統治下ではアッバース朝のカリフは廃位させられることこそなかったものの、名ばかりの君主に過ぎなかった。12世紀になるとそのセルジューク朝も崩壊。またしても群雄割拠の動乱時代に突入し、それぞれの勢力があちこちで覇権争いを繰り広げる。1136年、アッバース朝のカリフムクタフィは2世紀ぶりにアッバース朝の政治的な実権を取り戻すべく軍を組織した。早速バグダッドを占領すると、1157年にはセルジューク朝からの包囲攻撃に対抗。激しい攻撃に粘り続けた。動乱は数世紀にわたり続いたが、アッバース朝はついに誰にも支配されない独立勢力として復活を遂げたのだ。ただ結局これも長くは続かないのだった。13世紀になるとまたしても新しい勢力がイスラム世界に誕生した。彼らは圧倒的な強さであちこちの都市を蹂躙していくことになる。そう、モンゴル人の到来だ。最初に落とされたのはホラズムシャー朝。チンギスカーン率いるモンゴルの大軍に襲われ大敗を喫した。チンギスカンの孫フレグもイラン方面への遠征と征服に力を注いだ。暗殺教団のハシャシンが自分の暗殺を企てているとの噂を耳にしたフレグは、その本拠地を襲撃し彼らを滅ぼした。その2年後、フレグ率いるモンゴル軍はアッバース朝の攻略に向け南に進軍。バグダッドに迫るとこの時のカリフであるムスターシムに降伏するよう警告を出す。しかしムスターシムはこれを拒否した。バグダッドは壁に取り囲まれているため、モンゴル軍の侵攻を阻止できるだろうと考えていたからだ。確かにこの壁はこれまで外敵からの侵入を防ぐのに役立っていた。しかし今回その考えは通用しない。モンゴル兵は壁を壊したり乗り越えて侵入し、バグダッドの守備隊を半分ほど虐殺し、瞬く間に降伏に追い込んだ。容赦のない略奪が始まる。当時の作家がこの恐ろしい光景について次のように述べている。バグダッドの人々は剣で殺され、40日にわたる殺戮、略奪、奴隷化が行われた。奴らは金品目当ての拷問を行い、男も女も子供も皆が殺された。神聖なモスクを含め都市の大部分が焼き払われ廃墟と化した。辺りを見渡してみると死者がそこら中に横たわっている。正確な数はわからないが数千人以上が殺されたとみられる。フレグの妻がキリスト教徒であったことから、キリスト教徒だけは見逃されたようだ。バグダッドの図書館も壊された。何世紀もの間蓄積されてきた知恵である本や書類がティグリス川に投げ捨てられたため、にじみ出た大量のインクで川が真っ黒になったという。もしムスターシムが最初からおとなしく降伏していてもどうなったかはわからないが、ともかく彼は殺された。モンゴル人は重要人物を処刑する際、血が流れない方法で殺すため絨毯を巻きつけ、その上から踏みつけて殺したという。彼はバグダッドを支配する最後のカリフだった。
これ以降アッバース朝が復権することは二度とない。一応カリフの血筋そのものはこの後もまだ続く。モンゴルと戦っていたマムルーク朝に庇護され、カイロ・アッバース朝という形でエジプト地方に移り住んだからだ。ただし政治的な実権はほとんどなく、名目上の君主である。このカイロ・アッバース朝で最後のカリフとなるムタワッキル3世はオスマン帝国の脅威の前に降伏した。彼はオスマン帝国の首都コンスタンティノープルに捕虜として連れ出され、ほどなくカリフ制度は廃止となる。かつて歴史上でも最大級の大国を築き上げた王朝はこうして終焉を迎えた。中東の広大な領土を支配し、西では東ローマ帝国、東ではモンゴルなどいろいろな勢力と戦ってきた。滅亡こそしたものの、学問、文化、技術、貿易、あらゆる面で人類の発展に貢献したのは事実だ。これがイスラム黄金時代の一部始終である。自分はアッバース朝と何らかの血縁があると主張するイスラムの指導者たちは何世紀にもわたりそのことを誇りにしている。